優勝戦6号艇の深谷智弘選手ですよろしくお願いします準優勝戦は3コースからコンマ09のスタート外から外を回っての2着で優勝ということになりました今回は新エンジンでのスタートだったんですが足の方としては5日間戦っていかがですかそうですねエンジン的にはちょっと厳しいですねはい全県日にプロペラを叩くところからスタートされていましたがその後いろんな調整をされたかと思いますがはい、はい プラス面というのは、まあ、エンジンの素性が、まあ、この程度なのかなという感じはします、はい、勝ち星は4日目にくりと逃げで上げられたんですけれどもでは優勝戦向けてなんですが枠は6枠ということになりましたまた違う方向から調整を探ってみますすかそうですね、まあ、いろいろ試してまあ一番いい状態でいけたらいいなと思います、はい、予選の序盤ではピューンとピット離れで出ていくようなシーンもあったんですが、はい、そこは意識されますか、うんまあ、それも 試してからですね。はい、はい、とにかく優勝戦に乗ってこられたからには、もうできることをやり尽くして、はい、はい。スタートは早いものも決まってますが、これは関東の鮎はいかがですか？まあ、だんだん全速ではいけるようになってきているので、はい、はい。本番も行きたいと思います。はい、かりました。今年は前走浜名湖に続いて連続優勝ということになりました。昨年は7回の優勝がありました。前回の優勝は昨年11月の住之湯です。 優勝生向けての一言お願いしますはい、えー、小島好きですいいレースできるように頑張ります